どうもこんばんは、ただいま、深夜1時10分月曜日ですね。月曜日日また言ってしまいました、僕もそろそろ寝ようと思います。週の初めやからね、サラリーマンの人たちはとてつもなく辛いと思いますが、まあ頑張ってね、仕事に励んでください。皆さんはいい週末を過ごせましたか？僕はまあまあな週末を過ごしました。まあ、お部屋の掃除もねしていかないとダメなんですけど、週末をね皆さんお過ごしくださいね。あ、週末はすんない、週末は新しい習慣、仕事のある人、まあ危険な仕事してる人はね事故のないようにで、まあ営業マンでも営業者ね、事故のないように運転、配達とか配送の人とかもね事故のないようにで、まあトラブルのないように和気あいあいとお仕事をしてください。それが一番です。みんな仲良くね、睡眠薬を飲んで僕は寝ます。ミッキーです。可愛いでしょう。ミッキーです。金曜日、
金曜日のまあ夕方ぐらいからね、ちょっとゲームをだいぶ上げて、何本上げたかは数えてはないんですが、まあそこそこの数を上げました。まあこれから数字が伸びていけばいいんですけどね、いろいろゲームを紹介しております。マイナーなゲーム、メジャーなゲームもやってますけどね、先週も金曜日の夕方から、日月のこの深夜にかけて、やったんですけど、その時は70本ほど、YouTube を上げました。ただね、ラスト5本ぐらいはもう内容のないやつを上げてしまったというか、本数にこだわりすぎてね、ロープレいろいろ話を聞いていかないといけないところをみんなスキップスキップしていったんでね、ストーリーが何の意味かわからないっていう状態になってしまったんで、そういうことのないように今回はね、一つ一つのソフトじっくりと、やりました。うん、まあこれからもねそれを続けていきたいと思いますし、週末にこだわらず平日もねやっていきたいと思います。俺先週病院行った日、病院行ったな。だから今週は行かんでいい日やな。せやな、多分病院行く日はねもう憂鬱なんですよ。病院は憂鬱、やっぱり鬱が余計に重くなる。まあね、深い意味はないですけどインスタやめました。もうじゃもうすることなあげることないんでね。で Facebook、Twitter もアプリっていうかアカウント残してますけど、基本、記事上げていくことはもうないでしょう、ほとんど。YouTube 中心に活動していきたいというか、 YouTube に力を入れていきたいなと思っておりますんでね、だから他のやつはちょっともう消しました。ブログとかも、あれもこれも手つけてたらね全然集中できないんで、 YouTube に集中するためにちょっと消しました。それとヤフーも消しました。もうしょうもない芸能ニュースばっかりなんでね、意味ないんで、調べ事するのはもう Google でいいんで、写真拾ったりねすんのは Google でいいんで、もうヤフーは消しました。ヤフーあったらねヤフオクを見てしまうんですよ僕。だからね、いらんもん、いらんもんっていうか、欲しいから買うんですけど、値段釣り上がってでも落とそうとしてしまうんでね、だからメルカリ、まあメルカリは値段上がることないんですけど、カード払いや思ったらね、ヤフオクとかメルカリとかじゃんじゃん余計っていうか余分に買ってしまうんでね、もうやめました。消しました。
で古い方の携帯の、メッセンジャーも消しました。もう出会い系のメッセージばっかり、エッチなねメッセージばっかりなんで僕、興味ないんでね。まあエッチが興味ないっていうか、もうそういう出会い系とか興味ないんでね、うん、課金しません。課金したところで会いっこないんでね、女の子に。相手のあの向こう側におるのはおっさんやからね、おっさんがやっとるだけやからね、女の子を装ってで適当な女の子の写真使ってねやってるだけなんで、だから、もう無駄なものは断捨離していきました。まあ今日はゆっくり寝ます。ミッキー、かわいいミッキーで薬を飲んで、それじゃあおやすみなさい。イエーイ、バイバーイ、ミッキーでした。